どうも、くたびれリーマンです。あつ森まんじです。テンション高っ。まんじ、この間競馬負けたよね。ああ、負けたけど、なんかいや、金ないでしょ。金ない。だから俺ちょっと、そんなまんじにね、まんじのためにおう、もう一回ちょっと夢見せたいなと思って。でん、ワンピーススクラッチ。おお、なんか CM とかやってるやつか。そう、ワンピースクラッチ、これを100枚分、100枚、100枚買ってきたから。おお、これで、うん、マンジの10万、俺の10万を取り返してくれんの。取り返そうよ。ということで今回は、はい、スクラッチ100枚買ったらいくら当たるのか。あー、よし、これで当てようぜ。オッケー。じゃあちょっと半分さ、半分こしようよ。あ、いいよ。今10束あるから、うん、じゃあ好きなの取ってください。はい、はい。多分俺の方が持ってんのよ、こういうの。こないだ外したくせに。この間たまたま。いやいやいや、これと、はいはい。今回買ったのは、ワンピーススクラッチの、波バージョンだね。左側の、削るところがあるんだけど、そこを削ってって斜め削って、同じ絵柄が斜めに3個出れば当たり。斜めで3個揃ったら当たりってことね。そうで、1等が、100万円。ほう。2等が10万円。2等で急に低くなった。そう、でもまあ、3等が1万円で4等が1000円、うん、で、5等が200円。ほうほうほう。さあやっていきましょう。じゃあやっていきましょう。はい、まずはね、記念すべき1個目。1枚目。はい、1枚目削ります。こういうのだいたい1枚目から来たりするんだよね。いきますよ。はい、じゃあ左上から。え、これは一等の。お、一等。え、一等だよ。だからいろんなありとあらゆるさ、パターンが。これは何？これは5等だね。で、こっちがみかん。みかん。お、二等。お、だから1等と5等と2等の可能性があるわ。早速来たんじゃない？これ。これある？あるね。これ出落ちパターンあるぞ。お！え？いいじゃんいいじゃん。これやばくない？これ。いいじゃんいいじゃん。一等あるよこれ。あとここ、下3つにこのドクロのマークが来れば。そうだね。ここに来ないとダメでしょ、真ん中に。そうだね。うん。あ、5等。5等もリーチだね。5等もリーチ。今1等と5等がリーチだわ。おー、じゃあ一番なんもないとこ。そうだね、左下。これでドクロとか出ちゃうとね、なんか。あ、ほらほら、そういうことじゃないのよ。お、もういい感じじゃん、流れ。流れいいよね、流れ来てるよね。オッケー、じゃあ真ん中行くか。真ん中、はい、行きます。さあ、1枚目、運命の。いけ、もうダメじゃんから。じゃあラスト、はい、1枚目、当たればね。はい、クソが。はい、ということで1枚目はまあ外れましたが、でもなんか希望は湧いたよね、うん、このなんか当たりそうだよ本当に、うん、あ、やっぱじゃあ俺行こうかな。行く？行くで。はいはい、どっからやるね。左上。まず5等だね。5等。うん、はいはい、はい、真ん中は2等のみかん。みかん、はい。一等。さあ、さあ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 、ここにドクロか、うん、この五等のなんだこれ、わかんない、マークが出れば、うん、まあ何かしらお金が入ってくる。そういうことや。いくぞ、ドクロ。ああ、お、五等や。五等。まあとりあえず200円取ったので、次も積もれば山となる。はい、ダメ。はい、ダメでした。いつもだ。あー、5等、ダメっすね。ダメ、来い。あー、ダメだ。いきます、いけ。はい、ダメ。あー、1等が残ったね。1等が残ったね。ってことは1等か。1等削っとこう。はい、はい、ダメ。はい、ダメ。あ、ばっかじゃねえかよ、アクソが。はい、まず2等はなし。なし。じゃあ5等は？なし。こんな当たらんもんなの？当たんないね。
お、当たったね。お、後藤。はい、後藤当たりました。やっとだよ、俺も200円。やっとだよ。一等がリーチしたよ。カモン。ちょっとね、気合い入れて削ったよ、もっと。気合い？気合い入れんだよ。もう。カメラ揺れちゃうんで、やめてもらっていいですか。ハズレです。はい。よいしょ。さあ行こう。あれ以来でも競馬はやってんの？マンジ。いや毎週やってますよ。あ、毎週やってるんだ。うん。まあでもこないだのはさ、なんかダサかったけどね。ガチでこう取りに行ってなお外すっていうさ。俺は結構信じてたんだ。でも飲もう。俺はね、セブンイレブンのカフェラテか、カフェラテが一番好きなんだよ。でもなんかいつも違うやつ飲んでないか。そんなもんない。今なんつった。さあ行こう、どしどし行こう、どんどん行こう。頑張れ、頑張れ、頑張れ、いけ、削れ、頑張れ、いけ、削れ、頑張れ。何その気持ち悪い。呪文みたいな。お、みかんリーチ。みかんリーチ。みかんハート。みかんハート、うん、みかんハートって何？なんかそういう歌なかった。はい、ダメ。みかんハートって何？そういう歌。どんな歌？なんか、夢とくわ。え、どんな歌？うるせえな。誰か応援してくれないかな、俺のスクラッチ。誰か応援してくれたら当たる気がするんだけどな。おいと、お、おいと、おい、おいと、誰だ。応援ゴリラです。絶対当たんねえよこれ。いかん、ダメダメでした。一回やる、縦削り。俺の頑張れ、頑張れ、お兄さん、頑張れ。あ、待って。お？妹応援のおかげで。まだいける。私10万円欲しいの。当たんねえじゃねえか、クソブス妹がよ。妹にそんなこと言われてってと？ああ、なんかな。横に可愛い子がいてくれたらな。スクラッチアイドル集まり、まんじこです。スクラッチアイドルさんの特技は何ですか？高速ピストンです。使えんのこれ。使えねえよ。使えねえよ。いやでも素晴らしいね。今なんかここに来てスクラッチアイドルに聞い取られて全然見てなかったんだけど。やばいって、スクラッチアイドルに聞い取られて全然見てなかったよ。あら、当たりましたね。いや、声援当たりました。さあ、ということでですね、はい、合計何枚かな。僕の方が、はい、この200円、後藤が 1,2,3,4,5 枚で1000円です。僕の方が、はい、後藤が5枚、200円が5枚で1000円足す4等が1枚で、2000円ですね。ってことは合計で3000円。これはいくらでしたか、全部で。2万円買って、3000円が戻ってまいりました。まあでもまあ楽しみだしね。タタタンとか言っちゃった。楽しみだし、ね、そうだね。まあ夢を追っかけるって意味でもいいんじゃないでしょうか。まあね、皆さんもやってみてください。ワンピーススクラッチ。はい、はい。